社長の勧めでここ選んだんだけどいいところ夕暮れでも星がすごくよく見える東京じゃこうはいかないな夢を語るのは結構だけど高校受験は目の前だぞアイドルを夢見るのは構わんけどさアイドルに夢を見るなよ基本発給だし30手前で定年だし日常生活は常にファンの監視が付きまとう 私はママみたいになる分かってないねお兄ちゃん私はアイドルになるんだよ芸能家がある高校は面接中止学力なんて参考程度アイドルになれば受験勉強なんてしなくてよくて一石二鳥星野アクアアクアアクアあなた星野アクア !?9 秒で泣ける天才子役映画で共演した有馬カナよかったずっとやめちゃったのかと。 やっと会えた中にも当時の羅生門には茨城童子が腕栗りゴンゴを掴んでおむしゃるかの来航の私が不甲斐ないから頑張らなきゃ頑張って爪痕を残さなきゃ悪旦はいいの雪争奪戦に参加しなくって売れたいなら私よりあっちに絡むのが正解だと思うよ野心がないな 私はこのままおバカけ癒し枠キープできればそれでいいかな自分のチャンネルにお客の動線引くのが目的だし一応私社長夫人じゃないの美少年と仕事できると思ってあいつと結婚したのに与えられた仕事は16歳アイドルの子供の世話そんな父親不明の片親とかやみすぎるだろマネージャーのガキじゃねえかいるのは構わねえが 泣き出して収録止めたら締め出すからなどこで覚えたそんな言葉すげえな YouTube って時代だなあ総熟な子役は結構見るがここまでのは初めて見た結成から4年じわじわと人気を上げてきてメディアの露出も増えてようやく世間に見つかったって感じここからだここから彼女はスターダムへと美しいものを見ると健康に良い夢がないね先生 もし芸能人の子供に生まれていたらって考えたことはない容姿やコネクションを生まれた時から持ち合わせていたらってやっぱり夢がないな。